千葉ジェッツ公式番組ジェッツだぜ、進行役のアリーナ MC リスケです。さあそれでは今回も早速ゲストをお呼びしましょう。背番号31番副キャプテンの原にこと原修太選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 No.31 原修太、地元船橋出身、千葉ジェッツ生え抜きの原選手、シーズンを重ねるごとに成長し続け、鍛え上げられたフィジカルを武器にチームを勝利に導きます。どうですか、なんかいいこと最近ありましたか。いいことですか。はい、いいこと、はい、オールスターまず選ばれたじゃないですか、初の。はい、はい、おめでとうございます。本当にありがとうございます。本当にやっとですね、やっと選ばれました、うん、どういうプレーをしていきたいみたいなのってあります。なんかゴリゴリなプレーというか、まあ、変わらず激しいプレーしていけたらなって思います。あとはセバスだったりとかトレイとかニックとかと一緒にできるので、はい、まあ、その5人で出れるのかどうか分かんないですけど。そうですね、元千葉、もしかしたら新旧ジェッツのメンバーが、はい、5人で出てみたいなっていう気持ちはあります。あとは今シーズン原選手副キャプテンというポジションを任されてますけども、はい、まあ、ここまでシーズン半分ぐらいですか、副キャプテンというポジションでプレーされてどうですか。あんま変わんないですね。仮に副キャプテンに選ばれてなくても、まあ、やっぱり年もこう上がってきて富樫と一緒に引っ張っていかなくちゃいけない立場だったので、うん、おじいちゃんの2人抜かしたら秋と自分と勇気がこう年上になってくるので、はい、やっぱりその3人で引っ張っていった、いかないとチームも強くならないっていうのが今シーズン始まる前、その副キャプテンって言われる前からあったので、うん、まあ、いい意味でなんかあんまり意識せずこう意見だったりとか言えてるのかなと思います。100年企業タクボ建設です。昨シーズンは優勝おめでとうございました。今年は連覇を目指して頑張ってください。 Go Jets。 それではですね、続いて原選手を昔からよく知る方から原選手にインタビューをしていただきました。誰か分かりますか。いや、マジで分かんないです。ここまでだって隠すってことは結構ハードル高いですよ。なんかこれでなんか元チームメイトとか、なんかイートンとか、なんだろう、誰だろうな。もう、ね、収録前からすごい探りを、いや本当にだから、はい、来てましたけども、ここで答えが出ますんで、せっかくなんで原選手からの V 振りでスタート、はい、していきます。久しぶりにお願いします。2022年一発目のジェッツだぜ選手の V 振りです。 VTR どうぞ。今シーズンから始まった新コーナー、カメラに向かってジェッツ愛を叫ぼう。そこで私たちは原ちゃんの高校のバスケ部の一応 OG で、原ちゃんがこんな小さい時から知っています。勝手にバスケ部の先輩として応援してます。頑張ってください。せーの、ゴージェッツ。原選手の母校習志野高校の OG にある方を紹介していただきました。その方に会うため船橋から車で1時間。原選手を昔からよく知る人物、川辺霊蔵さんです。これはすごい。原選手が習志野高校在籍時のバスケ部の監督を務めていました。僕はうまかったんですよ。オリンピックに選ばれたんだから、大学4年の時に2人だけやっぱうまかったんですよね。そう、川辺さんは過去バスケ日本代表として1956年のメルボルンオリンピックに出場したバスケ界のレジェンドなのです。現役引退後は習志野高校バスケ部の監督としておよそ40年以上にわたり指導に当たってきました。川辺さんに高校時代の原選手の印象を伺うと、体が大きくてもうゆったりのんびり、もうほんとおっとり、そういうような選手でしたね、うん、ちょっとこう重たそうな走り方もするし、だけど力はあったんですよ。力はボールスピードとかシュートもうまかったっていうのが、まあリバウンドだよな、問題はな、リバウンドのことはしつこく言ってましたね。
リバウンドはもう原が一番でかいんだからリバウンドだけやっとる、もうスクリーンアウトやれ、そのリング下のことはだいぶしつこく言ったと思いますけどね。まあだいぶ上手くなったなと。原のおかげでいやテレビは楽しいし、最近はもうスタートから出てるんで嬉しくてしょうがなくてね。最後に原選手にメッセージ。シューター、この前の選抜惜しかったな。俺はメルボンに行ったんだ。今度あのフランスかな、次のオリンピック頑張って、それ代表になれるように頑張ってくれ。まあまあ活躍おめでとう。はい、じゃあね。というわけで原選手の恩師、習志野高校バスケ部の監督を務めていた川辺礼三さんからのメッセージでした。じゃあ原選手、今ご覧になってどうでした？いや本当にジェッツだとやるなって思いました。おお、はい。あ、でもすごいですね。本当に。そうですね。はい。はい、相変わらずあの自分の自慢から始まるのがやっぱさすがだなと思いました。いやでも最後のメッセージでね。はい。俺もメルボルン出たから。はい。シュータも次パリ代表としてっていう、あれはちょっと川辺さんじゃないと言えないメッセージですよね。そうですね。本当に何もう自分が何歳かな、もう4歳とか、もう本当にめちゃくちゃちっちゃい頃から知ってるんで、自分の中田おじいちゃんずっとなんか仲良くて、はい、それで習志野高校に行ってたんですよ、おじいちゃんが。でそれに自分がお小遣いもらえるかついてってて、はいはい、その習志野高校に入学する前から習志野高校にはちょいちょい行ってたんで、こうやって OG の方とかが知ってたりとかで。なるほどなるほど。でそれで中学3年の時におじいちゃん亡くなってからはなんかおじいちゃんみたいな、本当代わりのおじいちゃんみたいな感じですごい面倒見てくれて、大学の時とかもなんかご飯とか仕送りしてくれたりとか、たまに電話来たりとか、本当にめちゃくちゃ元気なおじいちゃんですよ。この前も2年前ぐらい、このコロナ前ぐらいに会って、試合後に試合見に来てくれて焼肉行ったんですけど、自分結構赤身好きなんで、赤身こう頼んでタンとかなんかハラミとか頼むじゃないですか。したらこんなまずいもん食えねえって言ってカルビめっちゃ食ってて、もうやっぱ多分めちゃくちゃ長生きするなって思います。それぐらい元気なおじいちゃんなんですよ。バリバリ脂っこいもの。いや本当にめちゃくちゃ元気です。どうですかこの川辺さんからこう一番印象に残ってる、学んだようなことっていうのは、この高校バスケ振り返ってみて。でも本当になんか楽しくバスケやろうみたいなのが強くて、なんか一回なんか いろいろあって坊主にしたんですよ、はいはいはい、みんなで。したら本当見てられないからそういうのやめろみたいな。その高校生はもっと高校生らしくかっこいい髪型にしろと か結構なんだろう、10年前ってそこまでみんな結構坊主が強いみたいなイメージだったんですけど、はいはい、そういう考えでなんかバスケも楽しくやるみたいな感じだったんで、それがあってこうバスケをずっと好きでいられるのかなとは思います。これ川辺さん、この番組を毎回見てくださってると。あ、そうなんですか。はい、今回もおそらく見ていただけていると思うのでですね、原選手からカメラ目線で川辺さんにメッセージをお願いいたします。はい、礼三さん、お久しぶりです。最近会いに行けてないんで、まあ、コロナもちょっとずつ落ち着いてるので会いに行きます。あと早く礼三さんに追いつけるように、日本代表選ばれるように頑張ります。ありがとうございます。ここで株式会社クールハートプレゼンツ、ジェッツだぜからプレゼントのお知らせです。新ロゴデザインのベースボールシャツ M サイズを番組をご覧の5名様にプレゼントいたします。背番号は本日ゲストの原選手の31番。ジェッツだぜホームページにある応募フォームからご応募ください。締め切りは1月31日まで。当選は商品の発送をもって返させていただきます。皆さんのご応募お待ちしています。それでは最後に原選手からブースターの皆さんにですね、2022年一発目ということで熱いメッセージをお願いいたします。はい、いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。まあ、新年に入ってこれから天皇杯だったりとかシーズンも終盤に向けて本当に皆さんの応援が必要です。まあ、絶対に優勝するので引き続き応援よろしくお願いします。はい、ということで今回は原選手ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた試合会場でお会いしましょう。 See you soon in the arena。 ジェッツだぜ。 せーの、富樫選手。
年も優勝で、ね、頑張ってせーの、うん、天皇杯とリーグの2冠、そしてリーグの、バックトゥーバックのチャンピオン、ゴージェッツ。高間選手、今年はスリーポイントいっぱい決めてください。ラシード選手、怪我復帰に向けてリハビリ頑張ってください。西村選手、頑張れ。ジェッツ、次の試合は頑張れ。頑張れ。ゴージェッツ。ゴージェッツ。これからもずっと応援するぞ。頑張れ。ゴージェッツ。千葉ジェッツの選手の皆さん、今シーズンも連覇目指して全力で応援しますので頑張ってください。ゴージェッツ。2回目のジェッツ愛を叫ぼう。2連覇に向けてせーの、絶対勝つぞ千葉ジェッツ。トガシートに当たりました。ありがとう。大阪から初めて来ました。トガシくんが好きです。今年も優勝してね。どれぐらい好きですか？めっちゃ好きです。せーの、ゴー！